はい、じゃあね、この間に、結構ね、まあ、いっぱい入れときました。エンジンコンディショナー、これね、まあ、しばらく経ってからねつけてみたいと思います。はい、じゃあね、そろそろもういいかなと思うんで、そろそろねコネクタの方を取り付けていきたいと思います。はい、じゃあね、早速コネクタをつけてみよう。これで付け終わりました。じゃあ早速エンジンをかけてみましょう。次にオンになるかどうかね、見てみましょう。あ、ダメだ。ちょっとね、まだ電気がつかないみたいなんで、他のところもダメになってるかもしれないです。もうちょっと調べて。じゃあね、まず、これで調べてみたいと思います。どこまで電気が来てるかが、ちょっとね問題になってくるので、ちょっとどこまで電気来てるかこれで調べてみたいと思います。それで、ね、配線に挿すと電気が来てるとね、あの LED が光るシステムです。これね、こっちマイナスにつけて、こっちでここにね針になってます。この針を、これをこの針でここを挿して、やると、あの電気が来てるかどうか分かります。調べたんですけど、あのオンにした時にはあのスイッチがね、ランプついてるんで、イグニッションスイッチは大丈夫みたいです。ということはスイッチから先がねダメになってるかと思います。ちょっとね、もうちょっと調べていきましょう。はい、じゃあね、今やってたんですけど、今ね、なんかねヒューズのところを結構ねサビを磨いてたら、やっぱこのランプが、ね、点灯するようになりました。さらにですね、ちょっと見えますかね、これで見ると、おお、なんとね、こうオンにします。で、さっきウインカーやっても何も動かなかったんですが、ウインカーもね、このように、ちょっとね、つくようになってきました。これで多分ね、コイルまでは来てると思うんですね。さっきは全部動かなかったです。これでハザードも大丈夫ですね。あとはヘッドライトもつき始めました。やっぱりね、配線が腐食してたようです。でこれで配線を置いて、あと1本ですね、ここのランプがつかないとエンジンはかかりません。じゃあもうちょっと頑張ってみたいと思います。はい、一般的です。じゃあね、もうここはあれですね、あれかな、
はい、どうも。一般人です。しょうがないんで、わかんないんですね。メーターをね、外していきたいと思います。はい、じゃあね、やっていこうと思います。どこだ。はい、じゃあね、このね、メーター外していこうと思います。まず、この下にネジがあるんで、これを外していきます。錆びてるんで、結構硬くなってます。一緒になる。メーター外れました。裏のこんな感じになってます。なんとね、ネジ2本でついてるんですね。こんなのってこういう感じですね。ちょっとね、またこっちの配線、こういう感じの配線がついてます。見えますか？こういうのです。こういうの、なんか、最近はあまり見ない形の感じです。エンジンは回らなくて